介します。今日のゲスト、緑黄色社会の皆さんです。おはようございます。さあ、改めてこのメラという曲なんですけれども、どういった思いを込められているか教えていただきますか。はい、歌詞にもあるんですけど、はい、もうメラメラっとたぎってるヒーローへの思いを歌った曲なので、うん、踊りたいという気持ちを見つけるにはすごいぴったりだと思います。ありがとうございます、ね、ゆきこさんも仲良さそうなのが伝わってくるって言ってましたけど、はい、本当仲良さそうですよね、うん、ダブルピースさあ、そしてですね、実は緑黄色社会の皆さんといえば、先週水曜日のクイズ室にも出ていただいたんですけども、はい、こんなことありました。ご覧ください。僕ずっとダンスやってたんで、こういうプロジェクトに参加できるのは本当に嬉しいです。踊る？あ一回踊ってみる？ちょっとやらせてもらいます。じゃあみんななんかここからこう入って、想像以上やんなかったんで、ね、すごかった。本当にすごかった。あ、すごい、すごい、みんなこう感動していて、すごい、さあ、感謝伝えたいよね。ダンスやってないよね、一番左の方は。この後ね、聞いてみる。ほら、全然やってないよね。一番左の方やったことないよね、ダンスね。テーマですね、なんと来週火曜日、緑黄色社会の皆さん、先ほどせありがとうございます。ありがとうございます。一番左の方に踊ってもらおうか。ね、やばい。あのりさんと遊びれるんでしょうか。ちょっとプレッシャー感じなきゃいけないけど、踊ったりさせませんよ。踊ってことはみたいな演奏に支障が効かないよ。そう、あのりさん、絶対に踊りは振りませんからね。それに言い方さあいや、まず何しろ小林さんのダンスがすごかったよね。かっこよかったんですけど、小林さんもダンスやられてたんですか。はい、ずっとやってました、4歳から。それはどういうダンスをやったんですか。僕はジャズダンスを一番やってました、うん、あ、そうなんですね。ただその一方で、うん、加藤さんが絶対にダンスやってないよねっておっしゃったのが穴見さん。穴見さん、穴見さんはどうなんですか。実は、はい、僕もそのクラシックバレエ、ちょっとジャンルは違うんですけど、ダンスクラシックバレエ、はい、を3歳から3歳かそれは申し訳ない。そんな人にだからこういうなバレエの動きはできるってことね、こう回ったりとか。そうですね、こういうような、あ、こういうこういう、ちょっとクラッとしたけどそうか、まさかの。あ、じゃあジャズダンスとは違ってバレエはできるってことですね。そうですね、うん、なんかそういう感じかもしれないです。すごいね。ペペさんもダンスをやられてたっていう風に。そうですね、私も経験はあります。何ダンスですか。私はヒップホップを主にやってました。あ、ちょっと軽く見せてもらっていいですか。おお。どうしよう、うん、ちょっとランニングマンいいですよ、ノートランニングマンいいですよ。靴のカタカタって音が出てる。そして本当にダンスをやっていなかったのは、はい、私です。え、名古屋さん全くやってないです。あ、そうなんですね、はいはい、あれ、そうなんですね。でもリズム感いいから全然、はい、うん、アナミスさんはなんであの時はあのぎこちなさというか、うん、があったんですかね。ちょっと緊張しちゃってスッキリっていう。あ、固くなってたのね。はい、あとうちの小林が思った以上にちゃんとやってたので、うん、はい、見ちゃってました、これ。あ、見ちゃって、あ、見ちゃってたんですね、仲の良さが出てますけど、うん、今回ですね、まあ、この緑黄色社会の皆様と一緒にお送りしているこのダンスワンプロジェクトなんですけれども、すで、はい、に全国の高校から応募いただきました。その一部を VTR にまとめましたので一緒にご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。現在集まっている応募は全国24都道府県から90校以上。神奈川県平塚市からは平塚学園高校チアダンス部から応募がありました。現在、普通の女子高校生からチアリーダーに変身するというダンス動画を制作中だそうです。続いては沖縄県浦添高校ダンス部。はい、沖縄県浦添高校ダンス部です。ダンスプロジェクトです。
々しさを随所に散りばめた構成で撮影を進めているそうです。現在最も応募数の多い大阪府からは2人だけのダンス部も参加。私たち2人であるからこそできる元気いっぱい笑顔いっぱい楽しさ満点なダンスで皆さんをハッピーにします。いい、ね、せーの、よろしくお願いします。そして愛知県からは中京大学附属中京高校から応募が。この学校、緑黄色社会の皆さん、見覚えありますよね。そうなんだ。そう、実は中京大中京高校は緑黄色社会メンバーの母校でもあるんです。そんな中京大中京高校からはなんと2つの部活動から応募がありました。あ、高校なんですね。あ、2つの部から、まずは白の強くダンス、イエーイ。全国大会にも出場経験のある強豪中京大中京高校ダンス部。応募してくれたダンス動画の見どころは、全国的に見ても最大規模、総勢90人の部員で披露する圧巻のダンス。練習自体がこう全員90人全員揃ってできることが本当に数回しかなかったんですけど、初めて90人揃って踊るのを見たとき、こんなに90人ってすごいなって、迫力あるダンスをできるんだなって実感しました。そしてもう一つの応募してくれた部活動がこちら。ダンス部と同じく全国大会出場経験を持つ強豪、チアリーディング部。今回のダンスではチアリーディングの応援などで使われるポモを使ったパフォーマンスも見どころになる予定だそうです。この後は中京大中京高校のチアリーディング部とダンス部のダンスワンプロジェクトに対する熱い思いを紹介。そして高校時代の緑黄色社会をよく知る恩師にも直撃。秘蔵写真や当時のオリジナルソングも公開しちゃいます。緑黄色社会メンバーの母校中京大中京高校、当時を知る恩師にお話を聞きました。こんにちは、久しぶりです。世界史を教えている沢中先生、メンバーの高校時代について印象に残っていることとは。文化祭で聞きに行った時に、そのすごいボーカルだなと思って、プロみたいなクオリティというか、すごかったですね。そんな沢中先生は実は今でも緑黄色社会が高校時代に出したオリジナル CD を大切に持っているんだそうです。その音源がこちら。中京大中京の後輩たちに今回のテーマ曲メロについて、そして緑黄色社会の皆さんについてコメントをいただきました。自分もヒーローになりたいっていう歌詞がたくさんあって、一人一人がヒーローに輝けるようになれる曲なのかなと思いました。すごい活躍されてて尊敬してて、私たちもこの企画でコラボできるってことで、緑黄色社会さんの歌に負けないような元気なダンスを見せれたらなと思っ
思いました。さあ、たくさん募集、応募もいただいたんですけれども、長谷さん、小林さん、ペッペさんの母校の中京大中京高校からももらいました、うん、あれなんでダンス部と中部あんなに部員多いんですか。私たちがいた時はあんなに多くなかったかもしれないです。あ、じゃあ今増えてるんですね。あ、でももっと増えてた印象です。素晴らしいダンスだったんですけど、本社会史、え、世界史の先生でみんな笑ってましたけど、はい、なんで笑ってたんですか。あの先生めちゃめちゃいい先生で、うん、で同時にすごいこう出たがりなとこあるんであ、そうなんだ、やっぱ出てきたみたいな感じ。だから笑ってたんだ。ね、当時の CD も持って、ね、やっぱりもう高校時代からもうバンド組んでてオリジナル作られてたんですね。はい、うん、それは軽音楽部のメンバーだったりしたんですか、皆さんは。基本は軽音楽部で、この慎吾だけ、はい、外部から、そうですね、幼馴染で入ってきた感じ、ダンスつながりで。あれ、そう、はい、ジャズとクラシック、バレエ、どうつながったんですか。僕らの親同士がそれぞれダンスのスタジオの先生やってて、はい、だからもう小さい時から、赤ちゃんの時からずっと一緒にいました。すごい、そりゃ仲いいわ。本当ですね、うん、あ、そうなんだね。なんだ、うん、そしてこの後いよいよ緑黄色社会の皆さんに、はい、ダンスワンプロジェクトのテーマ曲でもあるメラを生歌披露していただけます。楽しみ。全国の高校から集まっているダンス動画も一緒に紹介させてもらいます、はい、よろしくお願いします。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではダンスワンプロジェクトのテーマ曲、緑黄色社会でメラ。今なんじゃないメラメラとたぎる眠っているだけの定義、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。頼りないのかなんて
たぎりますね、なんかこう相手のことも自分のことも思いながらこう踊れるような曲だなと思って、もうぴったりですね、もうサラサラの汗だね、サラサラですね、何も毒素も出てない、サラサラ、いや綺麗、本当に、今回歌っていただきました。改めて皆さんいかがでしたか。緊張するねって話をしてたんですけど、沢中先生のおかげもあって、はい、すごくリラックスして、そうか、先生のおかげで楽になれたってことね。小林さんいかがでした。最高でした。アナミさんは最高でした。ありがとうございます。ペンパさん、はい、イエイ。伝わるな。はい、皆さんお知らせがあるということで、そちらもお願いしてよろしいですか。はい、今回のこのダンスワンプロジェクトのテーマ曲になってるこのメラを含む、CD アルバムが9月30日にリリースしますので、チェックしてください。よろしくお願いします。もう、来週から、そうだね、来週だね、はい、来週水曜日、はい、ということですね。見に行きたいと思います。そして動画も流させてもらいましたけれども、高校生の皆さんからもたくさんご応募いただいてますので、この歌がみんなを励ましてくれると思います、はい、改めて緑黄色社会の皆さん、ありがとうございました。また次に来てください。